さ、序盤の資金繰りは大事だからな。どんどん進めていこうか。死なないようにプレイは大事だけど、高騰はしなきゃいけないから、だんだん危険なプレイが増えてくると思うんだよね。実際にはゆっくりさんみたいにあんな華麗には決まらないっすよ。あれは、あ、前にも言った気がするが、あの、何回も何回もプレイを繰り返してようやく取れた1本を編集してる形だからね。武者は悪よりもコモが多いイメージ。やっぱりスーツがええわ、スーツが。じゃあ行きましょう。終わった危ない。誰だこんな変なところに車止めたやつは。責任者出てこい。マリブクラブ方面ということはですね、どうしようかな。ちょっと早いうちにライフルとか持っときたいから、ちょっとリカルド・ディアスのお家にお邪魔しましょうかね。あ、そうか、ディアスのお家もまだ入れないのか。そうか、そうなると、あれ横だけ通り抜けるとか。あんな動けないか、あんな動けないな。そうなんだっけ、暴風警報かなんかのせいであれ通れないようになってんだよな、そういえば。となると、ちょっと待ってよ、ごめんね、久しぶりなもんでだいぶなんか無駄な動きが多くなってる。ここやな。ここでちょっとお買い物に勤しみましょうか。よっこいしょっと、お金貸してください。序盤の資金繰りは大事ですよ。ダウンアップダウンアップダウンアップつって、1000ドルはでかいからな。序盤はセーブポイントの確保が必要だから。おっと、きつ、いきなりやるなこのポリスめ。おお、怖え、なんて無茶な運転しやがる。待てよ、この無茶なプレイをしながらもここを通るんだったらやっぱり危ね。ホットポテイトはいただいていかんとな、何かとよく使うことになるから。じゃあ行きましょう。そう、ポリスの追撃が怖いなこれ。気をつけて気をつけて、わざわざそんな危ないプレイすんだよって。わー、ごめんなさーい。おっ、あぶねー。うお、ダメだこれ、あとはもう徒歩で行こう、徒歩で。おお、怖い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 。まったく序盤からとんでもねえ、私みたいな善人相手にそんな全力で追っかけてこなくても。今なんだっけって。はい、あ、やべ、手配度が消えてねえ。そらそうか、ちょっと待って、このままではまずい。とりあえず取るもんは取っていかないとね。最低でも10個集めた時に、あ、いいところにチーターがいるわ。誰か置いといてくれたんやな、ここに。ありがとう、じゃあお借りします。さあ、危ないからサクッと行かないと、あの車止めを歩道の方向に流すのはどうかと思いますよ。私はどうしよう、裏道を通ってった方が安全かな、これは。あ、てかもうすぐ行こうか、ここやな。おお、しまった。よっ、
こらっしょ。Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Don't make me angry. わあ、やばい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 。ポリースが撃ってくる。あれ？どうした？お、なんか死んだぞ。やったぜ。綺麗な顔してるけど、これ死んでるんだぜ。はい、ファーミコンウォーズが出るぞーってね、昔はやったもんだが、えい。じゃあの、おお、ランスさんどこ行った？1個出るとこ間違えたか。これやな。やばいやばい、相変わらず警察が厳しい。なんだ今、なんか一般人が瞬間移動するぞ。おお、モビッチがいる、モビッチが。で、入れば2になればな、だいぶ安心なんだよな。てか、ランスさんは、うわっ、きつい、ひどい、横転しとるかな。ランスさんは、あんだけ取引ミスっても、こんなランボルギーニ買うだけの余裕はあったわけか。すげえな。すごいな。どすこい。どすこい、どすこい。ぶっちゃけ消えたお金取りに行かんでも、ランスさんこのランボルギーニ売ったら生活できんじゃないか。ダメなんかな、そういうのは。やっぱりそのアメリカンドリーム的な、もう捨てきれないとか、そういう感じなんかな。I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy.ボンネットへこませてすまんかった。反省はしてない。はい、これで無事コックさんを倒してまいりました。どうしよう、セーブしに出かけてもいいか。もうワンミッションぐらいなら一気に進め。いや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 、どうしようかな。定期的なセーブは、いや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 、やっぱ30分に1回のセーブか。でも死んだらやり直したいなーって。セーブします、ごめんなさい。おお、なんだいなんだい。あ、そうか、携帯奪ったんやったら忘れとったな。あんな大爆発でも無事だったんだね、この携帯は。さすが近未来のレアアースエレメントを使った携帯、極めて強力。あれだね、水爆落としても無事でしたみたいな、昔のあの G ショックの実験みたいな感じで、おそらく実験が行われた極めて強力なやつやな。うお、天気悪くなっとる。うん、どうした。まあいいか。これはワシントンか。この車あんまり走りやすくないんだよね。このワシントンをね、最初読み方わかんなくて、ボッシングトン、ボッシングトンって呼んでたよ。こんばんは。これな、ハンドルの性能があんまり良くないんだよな、この車は。ちょっとあんたら、こんな雨降ってんのにアイスじゃない、ローラースケートやっとる場合か。若いってすごいね。いや、そんなところで交通事故現場。あらららら、らもうビッチが引かれちゃってるわ、かわいそうに。じゃあの、ただいまお届けした曲は、とっとだ、もうこの止まらん。路面が濡れてこんなツルツルする車嫌だよ。よし、レッツゴー。
濡れて困るなら最初から履くな。私はずっとそうしてきた。サントリーマーム送ったらいいんじゃないですか。強引な手とかですかね。こう何気なく交通事故が起こるのもこのゲームらしいといえばらしい。あ、そうだ、遺体の上で上下にするのは良くないって言ってたな。そういえばいかんいかん、失礼しました。夏の火山のハゲは溜まっているでしょ。夏の火山はどうしようもなく暑いってことね。こっち方向だ、こっちか。さてさて、また嫌な車乗ってしまった。ここで前回のクイズの答えと当選発表です。多分味があって良い車なんだろうと思うけど、トップアルファ株リーダー使いにくいったらありゃしてでしたね。多くの回答をいただきましたが、さて正解はじゃの。まあ今の爆発で無事だったのが良かったね。この車まだ使えるんだよな、確か。使おう。あれ、プライド、ああ、そっか、いいのか。多分一発触発状態だから、やべ、絶対ぶつからないように。昔なんかそういうちょっと振動を与えるだけで爆発する燃料を、運ぶための仕事を請け負った3人の男たちのなんか物語みたいな映画があったらしいですね、昔。なんか仲間割れかなんかで一人ずつ人数が減っていって、最後にこう主人公一人だけになってしまって、よっしゃ大金は俺一人のものだって言って、最後の最後になんか衝撃的なオチがあるらしいんだけども、とりゃあれ、これだけ。俺全然殴ってないんだけど、あれおかしいな、ぶつけただけなんだけど。今普通爆発レベルのダメージ与えないとダメなんじゃなかったっけ。違ったっけ。まあいいや、早く終わったんなら。昔ダイエットに挑戦したことがありましてね。でもお金を確保していかないとね。スニーカーズダイエットっていうのが流行ってましたよ。そこにバースがあるけど、1日3回の食事を減らすことなく、スニーカーズを5分ずつ食すことで炭水化物を大幅に減らすわけですが、すまんかった、ポリス。この当時の決め手はダイエットコーラでしたね。もうワンミッションぐらいならいけそうやな、最初のパートで。実際にはプレイ時間が現在40分過ぎてるけども、多分3以上版ってムービーが多かったから、ムービー飛ばしまくったら30分以内ぐらいに収まるんじゃないかな。まあ例によってムービーは倍速でやろうと思ってるんですけども、ここで電話か、クソ。電話かかってきたときは、ああダメだ、エイムする相手がいねえ。お詫びのカントリーマームを用意中です。物語が大きく動いたところで、今回はここまで。Okay. あんまり動いてない？スワ。